ナソさんはご自身の YouTube でたくさんのアニソンの「歌ってみた」を挙げていますがそもそもいいつ頃かかからアニソンを聞き始めたとかございますか私一番最初に好きになったアニメが「かカテキうヒットマンリボン」っていうあのアニメ漫画なんですけどうん、うん、アニソンっていうよりまずキャラソンにハマって。 アニメとか漫画を好きになってそういうまあオープニングだったりとかやっぱりすごいいいなーってなって聞いてて一応、うん、リボン好きすぎて、はい、いろんなこのなんていうんですオープニング全集みたいなやつとか、はい、CD とか買ったりとかしてて、はい、その中にキャラソンっていうのが入っててキャラソンってすげえってなって <laughs> すごーい声優さんが実際にその時は歌ってらしてそのキャラクターので歌詞も 曲調も,、うん、もそのキャラにすごい合っててそのキャラのテーマソングみたいな感じになってるのを初めてその時に体験して、うんはい、こんなに世界が広がるんだなと<ー> <laughs> 思ってキャラソン大好きになったのが多分きっかけかなと思います,、うんすね、はい。わあなんか僕もね自分でキャラソン作らせていただくことすごい多いんで,んですよでもなんか心の中で何人の方が これを聴いてくださってるのか <laughs> <laughs> とか思いながら今本当に日の光が今染められました今めちゃめちゃ嬉しいですめちゃ好きですよね、はいえー。じゃあ結構声優さんも詳しいっていう感じなんですかね。詳しいと言われるとあの、はい、詳しい方には勝てないですけどその時に初めてハマりましたあの声優さんというものの方たちにも。